ペトロナスは1974年8月17日に創設されたマレーシアの石油及びガスの供給を行う大手国営企業である。正式社名はパトロリウムナシオナールバーハド。マレーシアは東南アジアで第2位の石油、天然ガス生産国で液化天然ガスの輸出では世界2位に押し上げた国営企業である。俗に 新セブンシスターズの一社と位置づけられる。世界50カ国以上で石油炭鉱など事業展開をしており、日本に対しても液化天然ガス市場において主要な輸出シェアを確保している。石油生成、天然ガスが事業の大半を占めており、海外事業は40%以上を占める。マレーシア国内を中心に1000カ所以上の給油所を運営している。 石油化学製品は年間合計1000万トン以上を生産し、内メタノールは世界第4位の生産者である。2008年には原油価格高騰と共に増員を進めたが、2015年からは原油安の長期化による影響で赤字転落し、従業員の減給や解雇などのコスト削減策の実施を余儀なくされた。本社ビルはクアラルンプールにあり、 ペトロナスツインタワーとして知られている。2008年11月から、日本の潤滑油市場に高性能エンジンオイル、シントゥームシリーズを投入。日本での販売は株式会社ペトロプランが行う。マレー半島最南部ジョホール州では、ラピッド計画という大規模な製油所、石油化学コンプレックスの建設を計画しており、ピーク時で7万人の雇用を巻き込むと公表している。 マレーシアの自動車メーカープロトンの株主でもある。2013年に世界最大の石油、液化天然ガスタンカーの所有企業のミスクを約88億 RM で買収。1997年にマレーシアにペトロナス工科大学を設立、専門技術教育に取り組んでいる。F1 向けの燃料や潤滑油の提供も行っている。2020年現在、 メルセデスとタイトルスポンサーと技術パートナーとして契約、シェルが供給するフェラーリと対抗している。1996年 F1 のザウバーチームのプレミアムスポンサーとなり、1997年からは同チームがフェラーリからエンジン供給を受けることになるとバッジネームとして使用されるようになった。一時期、 バッジネームにとどまらず、自社製作のエンジンを開発する構想が明らかにされたこともあったが、その後計画は頓挫している。また、1999年より開催されている F1 マレーシア GP のタイトルスポンサーも務めている。2006年1月17日、BMW がザウバーを買収、BMW ザウバーとして2006年 F1 参戦を発表したが、 ペトロナスは引き続き同チームのスポンサーとして残留し、BMW ザウバーのマシンにペトロナスのロゴが入っていた。2008年よりスーパー GT 及びフォーミュラ日本全日本 F3 選手権に参戦するトムスのメインスポンサーを務めている。2009年をもって BMW ザウバーが F1 から撤退したため今後の挙衆が注目されたが、2010年からは新たに メルセデス GP のスポンサーとなることが発表された。ありがとうございます。